キズナイーバーは、トリガー制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2016年4月より6月まで放送された。痛みを分け合う、少年少女たちを描く群像劇。岡田麻ロザが、シリーズ構成を、キャラクター原案は、漫画家の三輪の志郎が、監督は、小林博士が初担当する。地上波、BS 各局では、本放送前週に、 絆イーバー放送直前スペシャル、絆日が放送された。埋め立て地に立地する町、スカゴに住む男子高校生、あがたカツヘには体に痛みを感じない体質という秘密があった。無気力な性格のカツヘはいじめやカツアゲを受けても流れるままに無意な日々を過ごしていた。夏休みを控えてカツヘに謎の少女、その崎のり子が接近する。さらに、 その先は、カツヘイの幼馴染みの高城千鳥、ひょんなことからカツヘイをカツアゲから救った天が一、女性の取り巻きに囲まれる、イケメンのユータ継人、孤高の美少女、マキホノカ、不思議ちゃんの新山キミコの5人を拉致する。そして、カツヘイのクラスメイトでもある、その5人とカツヘイは痛みを当分して共有するように、特別な手術を行い、絆イーバーとなったと告げる。 さらに、カツヘイラと同じクラスに所属しながら、不登校を続けるヒソメヨシハルもまた絆イーバーであることが判明する。その先は、カツヘイラ絆イーバー7人に様々なミッションを課し、これらを乗り越えていくことで7人の友情は深まっていく。しかし、7人が痛みだけでなく、感情も共有し始めていることに気がついた、カツヘイのクラス担任で、 その先と共に実験に参加していた山田和直は彼らの恋愛感情を刺激することで新しい知見が得られると判断し彼らの恋愛感情を揺さぶる。すなわち、勝平はその先が気になっていたのに対して千鳥は勝平を慕っておりそんな千鳥に天賀は惚れており一方、君子は天賀に惹かれていた。必要なまでに彼らの片思いの感情を煽って七人に 共有させたことで、七人は他人を思う心の強さに耐えきれなくなり、互いに距離を置くようになる。夏休みが終わり、絆イーバーの実験が終わった後、キミコは、カツヘイとヒソメに、これからも七人で友達で居続けたいと告げる。その時、カツヘイは、その先が感じる痛みを感じていた。三人は密かにその先の元に向かうが、そこでその先を解放する。 スクールカウンセラーの漆原厚から絆イーバーの真実を告げられる。実は、幼少期、カツヘイとその先は絆イーバーの実験に他の同年代の子供たちと参加しており、山田と漆原が子供たちの世話係だった。この時、カツヘイとその先は面識があり、互いに好意を持っていた。しかし、この実験は失敗に終わる。痛みを当分するはずが、 なぜか痛みはその先に集中するようになっており、その先は激痛で苦しむ一方、を、他の子供たちは感覚を失って次第に感情表現がなくなっていったのだ。実験は中止されたが感情表現が豊かだった。カツヘイラは何事にも関心を持てない抜け殻のように人間になってしまった。しかし最低限の感覚を維持し、実験から帰還できたカツヘイラは、 まだマシだった。完全に人間としての感情も感覚も失ってしまった5人の子供たちは何事にも反応しない人形のような存在となり、実験施設に留め置かれることになったのである。漆原から真実を聞かされ、かつての仲間の変わり果てた姿を目にした勝平は、おえつを漏らす。一方、絆イーバー実験の完全な中止を告げられた、その先は、 すべての痛みを引き受けるという自らのアイデンティティを維持するため、そして人間的な感情を失ったかつての仲間を元に戻す実験を続けるため、賛同者たちと決起し、スカゴ市民に対して痛みを分け合おうと呼びかける。暴走したその先を止めるため、カツヘイラはその先の元へ向かう。2016年4月10日から6月26日まで。 ニコニコ生放送にて毎週日曜日22時に配信されるアニメ本編に続き22時24分頃にインターネットラジオラジオキズナイーバーキズラジが配信された翌日の月曜日には響きラジオステーションでアーカイブ配信されたアニメ本編終了に伴いニコニコ生放送での配信は第12回で終了したが響きラジオステーションでは 第13回以降も配信されており、第17回から第25回は、各週月曜日に配信された。パーソナリティは、西山幸太郎。第1回に先駆け、2016年4月5日には、ニコニコ生放送にて、ラジオ絆イバー、絆時代0会に個性出張版が配信された。同年6月13日には、ラジオ絆イバー、 キズラジ BD&DVD 第一巻発売記念 SP が配信された。ありがとうございます。